M.I. ブルネル・マーク・イザムバード・ブルネルは、フランスに生まれ、イギリスで活躍した技術者。彼の名前は、イザムバードだが、彼の有名な息子のイザムバード・キングダム・ブルネルとの、混同を避けるために、通常は、フルネームで紹介される。ノルマンディの富裕な農夫の次男だった。彼は、幼児から、デッサン、数学に長けた子供であった。 やがて、家族の意向であった進学の道を捨て、フランス海軍に加入、海外滞在中に、フランス革命を迎えた。ロイヤリストであったため、身の安全を図るべく、1793年に、アメリカ合衆国に渡り、ニューヨークで、主任技師となった。1799年、イギリスに移り、機械による、大量生産時代の幕開けに遭遇した。そこで、 古国で恋仲となっていた女性、ソフィア・キングダムと結婚。最初の成功は1801年に、ポーツマスの海軍の交渉での開始した、イギリス海軍向けの滑車の生産法を確立する、ことに始まる。ここで採用した、アセンブリーライン方式は、現代のライン生産方式の先駆けとなった。彼は、生まれつきの技術者で、回転式のこぎりや、 地下鉄を開発したりした。世界初の河川の下を通るトンネルである、テムズトンネルの工事に際し、船食い虫が木材に開けた穴を見て、シールド候補のアイディアを思いついたエピソードは有名である。ありがとうございます。